休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順に山口健一郎議員の丸1、町民参加のまちづくりについての質問を許可いたします。12番、山口健一郎議員。皆さんおはようございます、それでは早速質問をいたします。今回私は町民参加のまちづくりについて質問をいたします。町の第9次総合計画の基本的なまちづくりのテーマは住みたい、住み続けたい、住んでよかったと言われるような幸福度日本一の町とされています。住みたい、住み続けたい、住んでよかったと思える町づくりは住民誰もが望むところでありますが、行政の一方的な運営施策だけでなく町民参加の町づくりが実現してこそ初めて実感できるものではないでしょうか。町民参加の町づくりは現在も進められておりますが、少子高齢化が進展する中で町づくりに参加し共同を進めていく住民の生活環境が変化しつつあるように思われます。地域のつながりの核であり町民参加の母体である自治会の加入率の低下や独居老人高齢世帯の増加、子ども会や老人会加入者の減少など住民参加のまちづくりへ向けて課題が山積している状況でございます。そこで以下の点について質問をいたします。1、自治会活動の充実強化について。自治会加入率の低下は全国的な傾向ですが、長与町における加入率の状況はどのようになっているのでしょうか。また加入率の低下防止に向けては対策を立てて検討されていると思いますが、どのような対応を行われているのかお聞きいたします。2、地域コミュニティの効果的な活動推進について。地域のまちづくりの一翼を担うコミュニティ活動はスタートして15年が経過しておりますが、現在の活動の中でコミュニティの役割は果たされていると考えていますか。3、町民参加による共同のまちづくりに必要な情報の共有について。住民が町の情報を十分に承知し状況を理解してこそ住民参加による共同のまちづくりも効果を生むものと考えられますが、必要な情報をどのように提供し共有化されていますか。以上質問をいたします。吉田町長。それでは早速山口議員のご質問にお答えをいたします。1番目1点目の自治会活動の充実強化というご質問でございます。自治会は地域住民がお互いに支え合いながら安心安全で明るく住みやすい街づくりを行っております身近な住民自治による支援組織の団体であるという認識をしております。それぞれの地域で子どもや高齢者の見守りあるいは防災活動、環境美化活動等々さまざまな活動に取り組んでいただいております。しかし近年になりますけれども少子高齢化の進行あるいは生活様式の変化、先ほどお話ありましたけれども一人暮らしや共働き世帯の増加などにより社会構造の変化というのが起こっているわけでございます。それによりまして結果的には自治会などへの活動への参加者が減少しているというのも事実でございます。このような状況の中で各自治会におかれましてはですね、会長さんをはじめとしまして地域の皆様が
取り組まれているさまざまな活動が自治会の活性化あるいは会員促進に効果を上げている実例もですね多数あるわけでございます。長井町としましては平成29年10月1日時点での自治会加入率は 69.5% となっております。それで今議員がおっしゃっておりますように自治会加入促進についての対策というようなことでございますけれども、一応4項目ほど挙げさせていただいております。1つ目はですね、長与町自治会加入促進調整研究会ということの中でですね、加入促進のチラシ、のぼり機等を配布し加入促進を図っていくということが1つ挙げられます。2つ目はですね、新しい集合住宅を作られる際にですね、開発業者に対しまして、事業者に対しまして、自治会加入の協力ですね、ぜひ入るときに呼びかけてくれるというような形のお願いをしております。3つ目はですね、これは町の仕事ですけれども、住民の転入の際、このときに窓口におきまして、自治会加入申込書の案内を行うと、とともにですね、ぜひ入っていただきたいという説明もしていくと、でこういったものも充実していきたいと思っています。で4点目が、まあ、一番肝心なんですけど、今始めて言おうとしてますものは、まあ、啓発活動等を継続しながら、住民の皆様が生活している地域で自治会がどのような活動を行って地域にどのような役割を果たしているのかということを知ってもらう必要があるんじゃないかと。で加入入ってない方が一番多いのはやはりアパートに入ってで転勤されるという方々が多いんですね。そういった方々はまだ若い世代が多いものですから、その方々に対しましてですね、インターネットの普及に合わせましてソーシャルネットワークサービスということを充実させたりですね、アカウントを設定したり、あるいは町のホームページを活用して自治会の魅力を広く発信をいたしまして、何が楽しいのかと、何をやっているのかと、こういったものをやっぱり知ってもらうことが必要だと、そしてそれを伝えることが必要だということでですね、4番目の項目としましては、特に若い人たちを対象にしたですね、SNS での取り組みということを強化していきたいと思っております。次に2点目のですね、地域コミュニティの効果的な活動推進というご質問でございます。まあ、ご承知のとおり、コミュニティは小学校区を基本とした5つの学校区、つまりそこにコミュニティが組織をされており、るわけでございます。そして、そこに住んでおられるそれぞれの住民が参加していただきまして、まちづくりが進められて、まあ、住民の言う場と地域の活性化というのが挙げられてきているのが、このコミュニティ活動ではないかと思っております。それぞれの活動方針の中にですね、地域住民の総意に基づき、連携協調をいたしまして人々の融和と快適な生活を実現するために地域の人々の交流を深めながら人づくり、まちづくりに取り組むと、これがコミュニティの姿ではないかというふうに考えております。したがってそれぞれの地域の特性に合った活動が現在展開されておるわけでございます。このような状況の中でまちづくりにおける地域住民のニーズが非常に多様化複雑化してきたこと、こういったものを踏まえながら住民と行政がともにですね、地域の課題は何なのかというものを認識をしまして、解決に向けてお互いに共同という形で取り組むことがですね、なおさら求められているんじゃないかと。このまちづくりの主役はあくまでも住民であるという基本的な考えに立ちまして、コミュニティまちづくり計画、これがですね、平成26年3月にご存じのとおり作られたわけでございます。5つのコミュニティでそれぞれコミュニティまちづくり計画というのが作られたわけでございます。現在もこのコミュニティが抱えている課題に対しまして、あるいはコミュニティがより良い地域を作っていこうということの目標をしているわけでございますけれども、その中で何がなされているかといいますと、コミュニティ祭り、それから安心安全な祭りを目指した地域パトロール、そして挨拶運動、花いっぱい運動等々ですね、いろんなものに取り組んでいただいているのが実態だと思うんですね。まあ、そういった形の取り組みの中で協力して楽しく活動をしていただいて、なおさらそのコミュニティに入る方も増やしていただいて、コミュニティを育てていただきたいというふうに考えております。最後に3点目のですね、町民参加による共同のまちづくりに必要な情報の共有化ということでございます。まあ、各コミュニティではですね、その地域住民への情報提供を行うために、それぞれですね、地域のコミュニティ便りというのをそれぞれ出されていただいております。その中で活動内容の報告、あるいは、皆さん方に知っていただきたいいろんなことをですね、報告し、理解と協力をいただいておるわけでございます。そういう町民のまちづくりへの参加を促進するということのためにですね、こういったコミュニティ便りのほかにも、
広報シェア、ホームページ等々のですね、多様な情報媒体、こういったものも活用していただいて、情報発信に努めていただいているのが現状でございます。そしてまた、町の役場の、役割と しまして、コミュニティ運営協議会の中にですね、役場職員を派遣をしておりまして、会議や活動等を通して体験や交流を深めておりまして、その町のことも知っていただきたいし、町の職員さんも、地球のコミュニティは何なのか、こういったものを体験して知っていただきたいというふうに考えております。そういう形で、まださらに、まちづくりに対するニーズ、を広く把握するためにですね、ホットミーティング、あるいはまちづくり提案箱などによる校長機会の充実もですね、今後とも、さらに充実をして図っていきたいと、それに考えております。以上でございます。山口議員、はい、ただいま答弁をいただきましたけれども、丁寧な答弁をいただきましてありがとうございました。私はその再質問をさせていただきますけれども、再質問の前に一つ目のですね、一自治会活の充実強化についてということで、加入率の状況をお尋ねをしとったんですけれども、今、ちょっと定かじゃないんですけど、昨年のだけの69.5% ということで回答があったと思いますけれども、できればですね、この5年間ぐらいこう比較を確認したいものですね、資料を持っていておられれば、5年間、最低でも3年間ぐらい分かれば、回答をいただければと思っております。加入率の状況ですね。山口総務部次。はい、ただいまの、ご質問でございますけれども、自治会の加入率の推移ということでございますけれども、過去5年間ということで、申し上げますと、平成25年4月現在で 74.2%、平成26年、4月現在で 73.3%、平成27年4月現在で 72.5%、平成28年4月現在で 71.5%、それから平成29年、先ほど申し上げましたように、69.5%、以上でございます。山口議員。はい、ありがとうございました。ちょっと確認をしたかったので、お願いをいたしました。それでは、再度、1番目から質問をさせていただきます。最初にですね、自治会加入率の低下についてお伺いをいたします。自治会の加入率の低下はですね、自治会活動の停滞につながり、町民まちづくりに大きな影響を与えるものと思っております。回答にもありましたけれども、対策会議が開催されていることは私も承知しておりますけれども、一向に、先ほどはこう成果が出ているように回答があったようでありますけれども、実態出ていないのではないかと、実態がですね、そのように思われますけれども、さらにこう工夫しなければ、毎年同じ会議を続けているだけでと思われても、仕方のないじゃないかなと思っております。そこでですね、成果を出すためには、どのようにしていけばいいのか、お考えを聞かせていただければと思っております。山口総務理事。まずその自治会加入率の低下ということで、今先ほど申し上げましたけれども、実はこの加入率の低下の中には少し数字の出し方についてもちょっと始終検討するところがございまして、実は住民基本世帯数をから自治会加入者世帯数という形で、計算を出しておりますけれども、住民基本台帳の世帯数というのが実は世帯分離というのもかなり進んでおりまして、この分母になる部分もかなり数字的にはですね、増えております。一例を申し上げますと、平成、27年、4月現在の人口が 42,340、そして平成29年4月現在の人口が 42,359、この差が19人のプラス増、これに対しまして世帯数につきましては、平成27年4月が 16,649 世帯に対しまして、平成29年4月が 16,983 世帯、約334世帯の増でございます。これからもいきますと、この
分母の世帯率の計算も少し考える研究するところがあるのかなというふうに考えております。今ご質問の中のすみません、ちょっと数字的な流れも説明させていただいて、ご質問でありました、どのような対応をしているかということでございますけれども、まずは自治会の中身、内容につきまして、それぞれの事情がございますので、その地域の特性、自治会の内容についても、少し研究をさせていただきたいと思っています。例えば、その自治会の加入率が、高いところが高齢化率が高いかというと、そうでもございませんで、実は自治会の加入率の中に大きく影響しているのは、先ほど、所長の答弁もありましたように、アパートで世帯であったりとか、あとはいろんな寮とかなんかがございまして、そういう方々がですね、ちょっと未加入のところが多いというのが現状でございます。今後はそういう世帯等の内容、また自治会別の事情等を研究調査をしながらですね、加入率に向けた取り組みを行いたいと思っています。以上でございます。山口議員。大変こう詳しく回答いただいて、次の質問も実はこうダブルというのではないかなという思いがしておりますけれども、今50の自治会で間違いないかなと、まずはそれを確認をしたいんですけれども、続いては、加入率がですね、相当こうばらつきがあると思いますけれども、自治会ごとの加入率の違いはどこにあるのか、どのようにこう捉えておられるのか、まずはお聞きをしたいと思います。山口総務理事。自治会の加入率でございますけれども、高いところでは 94.9% ございます。もっと高いのは実は丸太アパートでございまして、こちらにつきましては 100% 入っていただいております。これはそのアパート全体で取り組みをしていただいているのかなという成果だと思います。また平均的にすみません、低いところでは 21.3% で、ここにつきましてはいろんな施設寮等がございまして、そちらの未加入の方が多いのかなというのがあります。先ほどご指摘いただきましたが、やはりこう研究協議をするところが必要でないかなと思っております。以上でございます。山口議員。状況も分かりましたけれども、地元住民のですね、多い自治会やですよ、新しい団地の自治会、あるいは今言われたようにアパートが多い自治会など、地域の特徴を捉えて対応がこう必要だと思っております。特に高齢者の多い自治会は課題が多いのではないかと考えておるんですけれども、自治会の特性、高齢者増加を踏まえた自治会管理の率の増加へ向けた対応はどのように考えておられるのかですね、お聞きをしたいと思います。山口総務理事。自治会へのですね、先ほど、ご指摘いただいたように、加入率が低いということで、町としましては、まず先ほどちょっと言いましたように、それぞれの各自治会でもいろいろな、加入率の差がございますので、でそれで高齢者の方が多い加入率、高いところということではないんですけれども、例えば自治会によっては、高齢者 のお一人暮らしの世帯においてはですね、班長の順番等を、考慮しているという自治会もあるということをお聞きしております。以上です。山口議員。これは提案になると思いますけれども、町民参加の共同まちづくりを推進するためにはですね、自治会加入率のアップが、先ほどから言っておりますから、必要だと思っております。その観点からですね、加入率向上に向けた推進チーム等を作りですね、町の最重要課題として取り組む考えはないのか、お聞きをしたいと思います。山口総務理事。先ほど町長の答弁にもございましたけれども、自治会加入調査研究会というのを、本庁では、組織化をしております。この自治会加入調査研究会というのは、自治会長会の会長さんおよび役員の方、それから各コミュニティの会長さんや副会長さん、および行政側としましては、副町長を中心に各関係部署の部長、課長で組織をしております。今後も連携を図りながら、どう加入促進に向けた事業に取り組んでいくかということを、各関係機関のご意見を拝聴しながら進めていければと思っております。以上でございます。山口議員。
まあ、あの質問がちょっとこうダブって質問しているところもありますけども、申し訳ございませんですけども、次の質問に入らせていただきたいと思います。次に、あの自治会の役員のなり手不足についてお伺いをいたします。自治会の役員になるのが嫌でですね、自治会を辞めるなどを現象も起こっているとお聞きをしております。役員のなり手不足については町はどのように考えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。山口総務理事。はい、まあ、あの自治会の役員にあの選出の方でございますけれども、これも各自治会にそれぞれですね、まあ、あの対応の仕方が違っておりますので、一概に、まあ、行政側からどう対応するかというのはちょっと直接的には、難しいところがあるかと思いますけれども、まあ、中にはあの輪番制を組まれるところもありますし、またあの場合によってはその誤選といいますか、とか推薦委員会を開いたりとか、そういうような形であの役員のですね、選出をされているということを、呼んでおります。以上でございます。山口君。まあ、なかなかこれは各自治体でありますのでですね、あのなかなか難しい問題とは思っておりますけれども、あの、まあ、高齢者がですね、多くなると、まあ、当然ながら役員のなり手があの不足するなどの弊害も出ております。特に自治会長になり手が少ないことは深刻な問題ですけれども、行政としては自治会長の役割や重要性からですね、支援施策を考えられないのか、お聞きをしたいと思います。山口総務理事。はい、まあ、ご指摘のような自治会長さんには大変ですね、あの重役になっていただいているというふうに感謝を申し上げたいと思います。ただあの自治会長さんにおかれましては、自治会長さん の連絡協議会的な組織をですね、組織しておりまして、まあ、自治会長会でございますけれども、まあ、その中でいろいろな問題点とか、まあ、話し合い、お互い その情報交換等を行っていただいております。またその研修会、視察研修会等を通じてですね、精神的な地域での研修等を行っていただいております。まあ、今後もそういう役員のなれる方に対してですね、そういう対応をしていきたいと思っています。以上でございます。山口議員。まあ、ぜひですね、そういう、こう支援もしていただきながら、していただきたいと思います。でまたこれも自分たちのところの問題と思いますけども、自治会運営の中でですね、自治会長や、まあ、役員の仕事が多いとの声も聞いております。自治会長は行政の出先機関を持つともこう言われておりますが、基本的な役割仕事で役員の役割仕事などをですね、少しシェリシェリとしてですね、負荷の軽減を考えることはできないのか、お聞きをいたします。またその役員については、まあ、先ほどから言っております、まあ、地域の問題とも思いますけども、それを踏まえて回答をお願いしたいと思います。山口総務理事。はい、まあ、繰り返しの答弁になって申し訳ないですけど、まあ、自治会長さんはですね、まあ、自治会の中でそれぞれの役割の中、まあ、お互いにですね、補完し合い、助け合いながら、まあ、活動していただいていると考えております。確かに自治会長さんとなりますと、あて職的なですね、組織への関わりも、いただいておりますし、大変ご足労いただいているということに、まあ、深く感謝を申し上げたいと思います。まず各組織との、まあ、連携をですね、考慮しながら、まあ、負荷の軽減については、まあ、研究協議を今後行っていきたいと思っています。以上でございます。山口議員。まあ、今こう何点か質問しましたけれども、やっぱりこれはあの直接こう行政どうのこうのということもないんですけども、やっぱり地域の実態をこう分かっていただければと思って質問をいたしました。でそれでは町長さんに、まあ、同じような質問と思いますけれども、再度質問をさせていただきたいと思います。まあ、自治会の地域性や独自性がありですね、それぞれ の運営に自治性を持つことは、まあ、重要だと思っております。しかしながらですね、住民参加でのまちづくりに、自治会の役割は大きいものがありますので、役員のなり手不足には行政も真剣に対応をお願いしたいと思いますが、再度町長のお考えをお聞きさせ聞きたいと思います。吉田町長。まあ、今議員がおっしゃる通り、私たちもこれについては本当に重要課題として考えております。で何とかその自治会加入を促進していくということは変わらないわけでありますけれども、
先般自治会長会がございました。で、自治会長会の皆さん方もそれぞれご心配をやっぱしていただいております。で、その中で、まあ、出たいろんな意見の中で、そのある自治会では成功しているサクセスストーリーもあるんですね。自治会加入が促進できたというようなところもございます。で、いや、どんどん減っていって心配やなというところもございます。そういった方々の自治会長さんのいろんな経験体験等々を出し合ってですね、そしてその中からそのサクセスストーリーも含めてどういった形が一番いいやり方なのかということもですね、そしてまた、町外の自治会のありようというのも研究してですね、どうしたらその独自性とか地域性というのを踏まえた、まあ、自治会活動ができるのか、よってその自治会の会員も増えてくるというような形がどういったところにあるのかということの研究もですね、今後それは行政ももちろん先頭を切ってやっていきたいと、これはもうものすごい重要なことですので、重要課題としてですね、やっていきたいと思っております。山口君、はい、よろしくお願いしたいと思います。続いてですね、自治会の持つ施設への支援についてお伺いをいたします。町の老朽化した公共施設への対応施策として、28年度策定の長与町公共施設と総合計画が進められておりますが、自治会の持つ集落支援ター等も相当老朽化が進んでいると思われますけれども、実態は把握されておられますか。一応質問をお聞きいたしたいと思います。ちょっと難しいと思いますけれども。青田障害学習課長。教育委員会ではその各地域の公民館について一件一件の調査というのはしておりませんけれども、地域公民館等整備補助金というのがありまして、その中で毎年度その予算の計予算を計上しなければいけませんので、各公民館についてそのどういった改修を翌年度するかという分についての調査というのは毎年行っております。山口議員、まあ、これも難しい問題と思いますけれども、まあ、50の自治会でどの程度、まあ、集落センターあるいは公民館を持っているのかですか、全部持っているのか、それをまたどのように活用されているのかですね、これも難しいと思いますけれども、お聞きをしたいと思います。青田障害学習課長。教育委員会の方で地域公民館連絡協議会というのがありまして、その中で各自治会から公民館長さんというのを選出していただいておりますので、各自治会公民館等はあるかと思っております。それと活用につきましては、その自治会等でまちまちだとは思うんですけれども、例えば自治会の総会、役員会、まあ、子ども会、行事とか老人会とかのほかに、まあ、町民ソフトボールとか町民体育祭の打ち上げ等にも活用していただいているのかと思っております。また地域公民館連絡協議会で補助をしております公民館モデル事業や一貫一事業あたりでも活用をしていただいているかと思っております。山口議員。はい、ま、なぜこう今こういう質問をしているかというとですね、まあ、自治会の集落センターあるいは公民館はですね、それぞれ地域の要としてですね、効果的な役割を、まあ、果たしているんでいると思っております。まあ、住民参加のまちづくりの地域の拠点ともいえる場所ではないかなと思っております。そのような施設の老朽化に対してですね、これまで以上の対応は考えられないのか、お伺いをしたいと思います。青田障害学習課長。まあ、基本的にその公民館っていう地域公民館というのはその自治会の持ち物だと考えております。その中で先ほど申し上げましたけれども、増改築の場合補助等を出しております。で、まあ、規模にもよりますけれども、増築改造等の場合は上限が、まあ、100万円としまして、その事業費の2分の1の補助をしております。また類似施設の場合は上限を70万といたしまして3分の1の補助をしております。またエアコン等の補助も行っております。で、まあ、公民館等は各自治会の方で積み立てを
特別会計で積み立てをされていると思うんですけれども、まあ、そういった中で対応していただきたいと考えております。山口議員。はい、まあ、あの今こう補助金の額を言っていただきましたけれども、まあ、どこの自治会もですね、まあ、積み立てはしていると思いますけれども、まああのまあ、補助金自体は大きいところも小さいところも平等にしてもらっておりますので、こういうことはちょっと失礼な言い方かなと思っておりますけれども、やはりその積み立ても多くいる自治体と少ない自治体ですれば、こうやはりあのなかなかあの差があってですね、難しいところもあるもんでですね、その辺もまたあの検討していただければと思っております。それからあの例えばですね、こういうこう意見も聞いてあの聞いております。あの最近あの高齢層が増えてますとですね、なかなかこう畳で座ることが、まあ、なかなか難しくなってまいります。そこでですね、フロア化して椅子型の場所を望む声もありますが、まあ、これまでの補助では本当にこう難しい自治会が多いようでございます。まあ、一律の補助から実態に即応できる補助体制などをまあ考えていただければということで、まあ、先ほども答弁にありましたのでですね、ぜひ考えていただければと思っております。回答はいいです、もうダブります。それからあの今一番目のこう質問をさせていただきましたけれども、まあ、自分なりのまとめとして最後にですね、述べさせていただきたいと思います。まあ、自治会加入者が増加し活動が活発になることは町の活性化につながり、町民参加のまちづくりに大きく貢献できるものと思っております。特に減少傾向の続く自治会加入者の増加施策については、これまでの会議のみでなくですね、やっていられると思いますけれども、地域にあった支援や指導、具体的な解決策を見出すですね、検討グループの設置、これも検討していただいておりますけれども、行政の真剣な取り組みを期待して次の質問に入らせていただきたいと思います。次にコミュニティの効果的な活動についてでございますけれども、まず地域コミュニティの認知度についてお伺いいたします。まあ、町民参加のまちづくりを推進するにあたってですね、コミュニティは自治会活動と同様に大きな役割を持つと考えております。長与町のコミュニティが発足をしましたから15年経過しているにもかかわらずですね、住民への認知度は低いと言わざるを得ません。町はこの点についてどのように捉えておられるのかお伺いいたします。山口総務理事。はい、今の、コミュニティについての、認知度ということでございますけれども、各コミュニティにの運営協議会におかれましては、それぞれ、工夫を凝らしたですね、広報活動を展開をしていただいております。内容としましては、広報活動の状況や、写真等を使っての目で見る、報告などを、各世帯配布という形で行っていただいております。ご指摘の点を、真摯に受けまして、各コミュニティにおきましてもさらなる、広報活動に力を入れていきたいと考えております。以上でございます。山口議員。今回答がありましたけれども、まだ未だにですね、町のコミュニティは何ですかという、人もおります。この実態も町はちゃんとこう把握されておられるのかですね、少しのところの意見ですけれども、その辺はどうでしょうか。山口総務理事。はい、先ほど申し上げましたけど、こちらとしましては広報活動とされているのかなというふうに感じております。ただ、その内容につきましてですね、どのように住民の方がご理解ご内容をすみません、ご理解いただいているのかというのはちょっとまだ把握はしておりません。以上でございます。山口議員。なかなか難しいと思いますけども、それではですね、コミュニティについて改めてお聞きをします。町のコミュニティの目的や役割について具体的に説明をいただきたいと思います。山口総務理事。はい、
町長の答弁の中にもございましたけれども、地域住民の総意に基づき、連携協調して、快適な生活が実現できるような地域、コミュニティ作りの推進を図ることだと考えております。具体的な例としましては、地域の祭りまたはスポーツ等を通じての交流、また安全安心を目的とした見守りパトロール等ですね、地域全体のでの安全安心な街づくりへの取り組みなどが行われているのではないかと思っております。また各種団体との連携による地域の問題解決等にも対処されているのではないかというふうに考えております。以上でございます。山口議員。それではですね、15年後発足してからですね、立つわけでございますけれども、目的は達成されていると思っておられますかね。その辺はどうでしょうか。山口総務理事。はい、この目的が達成しているかどうかということのご質問でございますけれども、確かに15年という経過は経過しておりますけれども、まだ、答弁にもございましたように、住民の皆様の、多様化、ニーズの多様化、複雑化というのもございまして、各コミュニティの運営協議会ではそれぞれ、地域づくりに、向けてのいろんな協議をされております。そのについては、それぞれ成果が合っていると考えております。また地域住民のニーズ要望の問題解決におきましても、新たな問題解決に向けた活動が、今後必要になってくるのではないかと考えております。以上でございます。山口議員。また同じような質問ですけども、まだ町長にお伺いをしたいと思いますけども、住民の皆さんにですね、目的や役割をしっかりしていただいて、活動に参加してもらうことが、住民参加のまちづくりに大きく貢献することになると思っております。この現状をどう判断されておられるかですね、お聞きしたいと思います。吉田町長。自治と、コミュニティということで、長与町の場合は分かれておるわけでありますけれども、長与町はコミュニティはコミュニティとして独自的に頑張っておられると思うんですよね。普通は自治会をいくつか、例えば10自治会束ねて、そのコミュニティとかしてると地区は多いところもあります。ところが長与町はそうじゃなくて、やっぱり自治とコミュニティは別個の活動という形で、自治会ではできない大きな活動をしていただいていると思うんですよ。例えば甲田地区あたりは昭和40年の後半に、自治町のモデル地区としてコミュニティができました。そして、フェスタイン甲田とかですね、甲田祭りとか、一つの自治会ではできない単位で大きな事業をしていただいております。それから中央コミュニティではいわゆる防犯パトロールという形で、小学校の児童のですね、登下校の活動という形で、これも県知事賞とか、あるいは文部科学大臣賞を取るぐらいまでに、他のところから視察するぐらいまでにですね、従事していると。そして例えば上長与もそうですけども、北部地区もそうですけども、特に北部地区あたりは落山場運動みたいな形で青色パトロール、こういったものをやっていただいております。で、南地区におきましては西海市とですね、中山地区と、共同でやってもらったりとか、自治ではできない大きな取り組みをしていただいて、やっぱり自治会そのもの、自治活動そのものを牽引してもらってるんじゃないかなと思っております。で、15年の歳月ですよね。今からまだ歴史を重ねるごとにですね、こういったものが充実してくればですね、もっともっと逆に今度は自治会と一緒にやれるものもですね、共同してやれることも、また町としてやれることもあるだろうと思うんですよ。そういった形の成熟度というのは、今から今後ますますそれがですね、成長していければいいかなと、そのように考えております。山口議員。はい、ありがとうございました。で、次に、コミュニティの活性化についてお聞きをいたします。数年前ですね、5つのコミュニティでは地域まちづくり計画を策定しました。先ほどの答弁にもあって、同じ質問かもしれませんけども、活動を開始して15年を計画を策定しですね、活動を開始していると聞いておりますが、現状はどのようになっているのかお聞きをいたしたいと思います。山口総務理事。はい、お答えします。まずこの地区ごとの、
地域まちづくり計画でございますけれども、先ほど議員さんのご指摘のとおりですね、26年3月に制定をいたしまして、今、それぞれの各コミュニティで、この計画に基づいた形で進んでいただいているというふうに考えております。ただ、計画の中にもですね、地域の特色を出しながらですね、その将来像に向かって進めていられるというふうに考えておりますので、というふうに思っております。以上でございます。山口議員。計画を立てて進んでおられるのは分かりましたけれども、各コミュニティごとにですね、コンサルタントを入れてですね、ワークショップを実施しての検討で、立派な計画書ができているとのことですが、行政としてはその成果はどのように捉えておられるのかですね、お伺いいたします。山口総務理事。計画書の中ではですね、地区の現状と課題という形で、地域 の現状分析、それから住民の方へ のアンケート調査、それからワークショップ等による、課題抽出ということを、行ってまとめていただいております。その成果につきましては、それぞれの地区コミュニティで、違ってきているというふうに考えておりますが、それをもとに、10年後の理想とするべき地域が目指す将来像を、定めていただいているというふうに考えております。今後、先ほども申し上げましたが、住民のニーズの多様化等により、一部計画について、議論が必要ではないかというところも考えておりますが、今後、コミュニティ連絡協議会等を通じて、その役員会等の中で、議論を、研究協議をさせていただければと思っています。以上でございます。山口議員。はい。成果は、上がっているようでございますけれども、ここにですね、平成26年3月に発行のまず計画書がこう少しでありますけれども、この計画については、実践は、されているのかなと思います。なかなかこう難しい計画だと思います。計画実現に向けては、どのように対応してきたのかですね、具体的に実施事項をお聞きしたいと思います。山口総理事。はい、ご指摘のとおりは、その各地コミュニティ祭りの計画の中にでございますけど、例えば、安全安心な地域づくりを、将来の計画像という地区もございまして、そこにおかれましては、見守りパトロール等を実施されております。そのためにそのためには町がどういうようなことをしているかといいますと、例えば防犯グッズ等の配布及び関係機関との連絡調整等を行っております。協議会の、事務運営に必要な備品等の整備を図っていっております。以上でございます。山口議員。いろいろこうやられているようですけども、5つのですね、コミュニティで5回のワークショップ、つまり25回も福岡からコンサルタントを呼んでですね、費用対効果の観点からもですね、成果は必要と思いますので、頑張っていただきたいなと思っております。次に、地域コミュニティと行政の連携についてお伺いいたします。コミュニティの運営活動については、地域の特性独自性を尊重することが町の方針でありですね、自主的な運営に任せていると聞いております。しかし一方で、長与町全体の町づくりを考えるとき、町として5つのコミュニティが共通した施策を展開することが必要ではないかと思いますけれども、町の考えをお聞かせいただきたいと思います。山口総務理事。はい、町内には5つの地区コミュニティが組織化されておりまして、それをですね、一つ長与町全体ということで、長与町コミュニティ地区連絡協議会というのを設置をさせていただいております。この協議会はコミュニティ地区相互間の連携、それから連絡調整を図りながら、コミュニティの活動の活性化を目的としております。その中で、町内で抱えているいろんな課題についても、この連絡協議会の中でも論議されているところもございます。実際例えば今出ておりました自治会の加入率の増加についてもご意見をいただいておりますし、またいろんな施設等の整備についてのご意見もいただいております。これが事例として挙げさせていただきます。以上でございます。山口議員。はい、私もこの間コミュニティの総会に行きましたけれども、そういったこう努力をされていることは
承知して、まあ、現状の交換会という感じで会長の方から言われておりましたけれども、例えばこうこれも提案ですけどもね、自治会には自主防災があってですね、全庁的な施策のもとに組織化されております。コミュニティにおいてもですね、防災や高齢者対策など全庁的な共通課題への取り組みも必要ではないかと考えますけれども、その辺はいかがでしょうか。山口総務理事。はい、お答えします。まあ、各地区コミュニティにはですね、それぞれ部会活動が展開をされております。まあ、その中で、まあ、その部会の中でもまた課題解決に向けての活動も行われていると思います。まあ、今後は先ほど申しました長井町コミュニティ地区連絡協議会等で、まあ、議論をしながら、まあ、町全体での取り組みについて考えていければというふうに、研究協議したいと思います。以上でございます。山口議員。ぜひですね、やっぱそういうとも必要になってくるんではないかなと思っております。よろしくお願いをします。それで、2番目について終わりますけれども、またここで自分なりの思いを言わせてもらいたいと思います。町のコミュニティについてはですね、それぞれの地域の独自性を基盤に自主的な活動が展開されており、まあ、一定の成果が出ていると思っておりますが、住民の皆様に、まあ、知られていないことは紛れもない、まあ、事実であります。活動の真の効果を上げるためにはですね、行政と一体となった認知度アップを早急に図るべきと考えます。また町民参加のまちづくりの視点から、コミュニティと行政が連携し町の全体を考えた活動の推進を必要ではないでしょうか。現在は多くの組織や団体あるいは仕組みが計画されておりますけれども、少し整理した共同の町づくりの共同の町づくりを望みたいと思っております。次に3番目の共同に必要な情報の共有化についてお伺いをいたします。最初に情報の共有化についてでございますけれども、ただいま回答いただきましたように、行政の情報がいろいろな形で発信されていることは承知しておりますが、町としてはどの程度住民の皆様に届いているのかとこう判断されているのかお聞きします。例えばですね、ここは細かいところもありませんけども、例えばその候補者が何パーセント、実際に読んでいるのは何人、ホームページはどの程度利用しているかという、こういうところもこうあるんですけども、こう細かいところはいいですけども、まあ、どのように判断されているのかお伺いいたします。山口総務理事。はい、今まあ、一番にはやはり町の広報誌というふうに考えております。これは、まあ、毎月発行させていただいておりますし、まあ、町の情報をですね、詳細にわたって、まあ、発信をさせていただいているのではないかと考えております。また次に町のホームページでもですね、情報発信を行っていますので、まあ、ある程度は皆さん方に届いているのかなというふうに考えておりますが、まあ、ただ町の広報誌につきましてのその どれだけの方が購読していただいているかはちょっと確認をしておりません。はい、でまたホームページにつきましてもちょっと今のところは約 1日に400件の、まあアクセスがあるということだけは確認をしております。以上でございます。山口議員。いろんな方法でですね、届けているようですけども、まあ、住民にとって行政が発信するさまざまな情報をもとにですね、町の運営を理解し協力していくことが共同の町づくりに貢献できる方法と考えておりますが、どのような対応で情報の周知を図っているのかお伺いいたします。山口総務理事。はい、まあ重複するかもしれませんが、まあ、多くの情報をまず町民的確に分かりやすい手段としてはまず町の広報ではないかと思っておりますし、またホームページのですね、情報媒体等も考えてきております。またあと先ほど町長の答弁にありましたように SNS を使ったですね、若い人向けの、まあ、スマートフォンの活用を使った情報ということも今後考えていく必要があるのかなというふうに思っております。以上でございます。山口議員。まあ、今のですね答弁、これは分かるんですよ。いろいろなをしているということは分かるんですけども、まあ、自治会管理率が低下しておる中で、
その役割はこう果たしているとこうちょっと考えきらんとですよね。そこでその辺をどのように思っておられるのかですね。山口総務理事。はい、町の方針につきましては、世帯配布以外に、公共施設等に、配置をしておりますし、また私たち担当課としましては、まず先ほど議員さんがおっしゃいましたように、自治会の加入率の増加に向けてですね、やはりここは努めていきたいというふうに考えております。以上でございます。山口議員。ホームページについてもですね、もういろいろな方法でやられておりますけれども、これも一定の質が必要とするこう情報だけ取って、そういう、 こう意識啓発にはつながっていないのじゃないかという思いもしておりますけれども、その状況は、その辺はどのように考えますか。山口総務理事。確かにですね、今のおっしゃる通りに、一方的な方向という形であるんですけれども、基本的には町のホームページへのアクセス回数が、先ほど申しましたように1日約400件ございますので、他の広報媒体を使って、先ほど言いましたように SNS ですかね、というのを使って多様な情報発信に努めたいと思っております。山口議員。はい、そう、分かりました。それでは時間がないのですね、ちょっとこう時間があれば後でさせていただきますけれども、最後の町の情報の共有化は町民参加の町づくりに、共同町づくりに欠かせない重要な事項だとこう思っておりますけれども、この大切な情報の収集について表現が悪いですけれども、パソコンも使えない、広報誌も手元に来ないなどの情報が届かない皆さんには、どのように対応していくのかをお聞かせいただきたいと思います。山口総務理事。はい、ご質問の趣旨というのが十分理解できるところでございます。確かに、そういう方もいらっしゃるということも、考慮しておけられないというふうに考えておりますけれども、町としましては、一応、地区コミュニティとの連携を図り、そういう方々への、例えば、地域見守りパトロールというのをしていただいたり、また、個別訪問というような形でやっていただいているところもございますので、そういう方々による、一部情報の提供等が行えないかなということも、今後の研究協議となってくるのではないかなと思っております。以上でございます。山口議員。コミュニティコミュニティってやっぱこう、それはさっきから言うと甘任せきりでコミュニティに頼りがちですね。私は行政としてどのようにするんですかっていう、そのコミュニティのだけじゃなくてですね、行政とどういうふうにするんですかということでお聞きをしてるんでですね、もうちょっとこう違った答弁があればよかったかなと思っております。それでこう、次の質問に行きますけども、同じような質問と思いますけども、同居老人や高齢夫婦などですね、文字にも疎遠になりがちであってですね、ホームページからの情報も難しい状況にある人もいるんですよね。また自治会加入せず広報誌からの情報に接しない住民に、町が言う共同に関する情報共有、情報発信の強化は実践できない施策ではないかなと思っておりますけれども、具体的にどう対応していくのかお聞かせいただきたいと思います。細田福祉課長。はい、今、議員の方から高齢者とかですね、こう目が見えにくい方に対する情報発信ということでのご質問かと思うんですけれども、福祉課の方でですね、社会福祉協議会の方に委託をしましてですね、声の広報発行事業ということで取り組んでおります。これはそうい
情報をですね、目が見えない、見えづらい方を対象にしましてですね、広報の内容であったり、議会代理の内容、それとかまあ選挙広報とかが対象になってくるんですけれども、そういった情報誌の内容をですね、録音しまして、CD に焼け付けるような形で、そういったことを配布をしてですね、目が見えづらい方、見えない方についての対応は行っているところでございます。山口議員。情報は大切ですので、よろしくお願いをしたいと思います。最後になりますけれども、行政が住民と一体となってですね、まちづくりを行うことは理想的な取り組みと思います。皆さんに正確な情報を的確に素早く漏れなく提供してこそ、住民参加の共同のまちづくりが実現できると思っておりますので、そのための情報の共有化、自治会開業率のアップ、コミュニティの認知度アップなどを積極的なですね、取り組みをお願いをいたしましてですね、ちょっとこう重複する質問もたくさんありましたけれども、これで質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。場内の時計で1時まで休憩いたします。